皆さんこんにちは。中学2年生14歳の斉田アナです。よろしくお願いします。斉田アナはこの前人生で2回目のホラー映画を見てきました。あやはすごい苦手なんですよ。実を言うと1回目に見たのがその体探しってやつで、それもめっちゃ怖くてその友達とキュッとの映画を見てたんですけど、今回見たのがその外国の映画で、プレディーズみたいな、知ってますか？なんかゲームがあるらしいんですけど、それの映画を見てきました。でなんか誘われて行ったんですけど、なんか最初はただ単にご飯食べに行こうみたいな感じだったんですけど、なんか映画行きたくないみたいな気分になって映画に行ったらホラーでした。でなんかその結構怖いシーンが多くて、なんか音でわかるじゃないですか、映画ってブン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 みたいなのが大きくなっててキャーってなるんですけど、なんか映画館って叫ぶにも叫べないみたいな、周りの人もその黙って見てるから、あやも黙ってないといけなくて、必死にその買った食べ物を口に詰めながら、どうにか叫ばないようにしながら見てました。めっちゃ怖かったんですけど、なんかもう見てほしいです、ぜひ映画見に行ってください。それでは聞いてください。ワン・ツー・スリー、恋が始まる。